ナミさん、どうも7月の運勢ありがとうございます。まあいろんな方の運勢運命を、まあ、占っていただきました。で、私ね、その占いとはちょっと違うんですけども、今静岡でね土砂災害があったんですよね。それが川もないし水も流れてないのにいきなり山がねドカドカドカっと地滑りして崩れてきて、で、まあちょっとね犠牲者の方も20名前後いるんではないかということで安否が気遣われているところですが、このね静岡の災害っていうのはどうやら太陽光かなんかの開発をするために、まあ、地面を掘り起こしてね、この山の上の方ですよ、地面って言ってもそこを掘り起こして、まあ、土砂をこうホールドするね、そういうふうな作用が山になくなったんで地下水がこう動き出して崩落したんではないかなっていうふうに言われてるんですよ。いや恐ろしいことだなと思います。この上の方にねその太陽光開発かなんか大規模な工事をしてたのは工事をしてたんですよ。で工事って多分地震災とかあるわけですよね。この工事がうまくいきますようにとか事故が起きませんようにとか、何なんだこれはとかね思っちゃうんですよね。でそもそもこの静岡のその地盤、こんなところに工事を許可してはいけないと思うんですが、川勝知事っていうね静岡県知事っていうのはここに工事の許可を出してるんですよ。でなのにですよ、川勝知事はリニアモーターカーの工事の許可を一人出してないんでリニアモーターカーが頓挫してるんですよね。どういう価値基準で動いてるのかなと思っちゃうわけですけども、まあどういう価値基準かはこのね川勝知事はね中国共産党とねものすごく仲良くて、静岡県民皆さんの意向は中国共産党万歳ですとか言ってね、王毅外相に、まあ、言ってるぐらいなんですよ、まあ、会談でね公の場で。恐ろしい人だなと思いますよね。もし売国度っていうのがいるとしたら筆頭に上がるのがこの川勝知事じゃないかなと思いますけども、この川勝知事はなんとねこの知事選に先日再選されて静岡県民の総意でですねもう一回知事をやってくれってことになりました。対抗馬の自民党の方はねちょっとこう落選してしまったという形になりますけども、自民党最近ね評判が悪いですからね、自民党が負けるのはしょうがないのかなと思いますけども、川勝知事のね乱暴ぶりもこれも困ったもんです。まあ川勝知事によって泣いている国民が、そしてお亡くなりになった国民がね何人いるかなということを考えると本当に暗くなりますけども、私たちはまあこの自分の人生行く末を考えるときに、さまざまな形で、まあ、自分の未来を占ってるんですよね。ああなるのかな、こうなるのかなっていうふうに、まあ、ある意味自分の素養とか努力はありますけども、運によるものっていうのは結構あると思うんですよ。結局明日が降るのか照るのかっていうのは最終的には、運任せになります。でもその運っていうのはどっから来るのかっていうと、私はね自然の大自然の流れなのかなと思うんですよ。まあ、ですので自然の細かい動きを、天体の動きとか水の流れとか風の向きとかっていうのを総合的に測ってこうなんではないかなっていうふうに、人間がね、自然をこう知ろうとする力、それがまあ、占いなのかなと思います。まあ、占星術っていうのはねものすごく大きな視点でものを捉えていくという意味では、単なる占いよりももうちょっとね視点の大きなものなんじゃないかなと思いますね。占星術ね、なかなか神秘的で面白い考え方だと思います。で占星術ってのはすごく人気なんですよね、昔からね。血液占いっていうのは日本独特のものだと思いますけども、占星術は昔から占星術師っていうのがいて、いろんなことを占ってきたと思います。もちろんビジネスや恋愛、人生、さまざまなことにも占いの一端っていうのはね通用するんだなと思いますよね。まあ、今回ねその占星術のナミさんのお話を聞きながら、まあ、そういうふうに占いっていうのは何なのかなっていうふうに考える機会をいただきました。ありがとうございました。ではお疲れ様です。またよろしくお願いします。